無有病私の弟は睡眠中無意識に歩き回るいわゆる無有病患者でしたそのおかしな行為は小学校高学年の頃がピークでした3日4日に一度は夜中にむくりと起き出しとっくに終わっているはずのテレビの電源をつけて 砂の嵐を無心にじっと見つめていますパジャマのままカバンを背負って鍵がかかって開かない玄関のノブをガチャガチャと開けようとし家族全員で引き止めたこともありますまたある時は 誰かの気配を察して目を開けると弟が私の首に手を伸ばそうとし突然目を開けた私に驚いて身を翻したこともありましたその頃私たちの家族に心配事が降りかかってきましたそれは小学校五年で高齢となっている キャンプ合宿の授業が近づいてきたことです夜中に勝手にテントを抜けて歩き回ったりしたら考えただけでゾクッとしましたここからは弟のクラスメートから後に聞いた話です予想通りのことが起こりました 夜中、キャンプファイヤーで盛り上がり、枕投げなど、一通りの儀式的なことが終わった後、就寝時間となり、半強引的に先生たちにそれぞれのテントに連れ戻されました。すぐに寝息を立てる者もいましたが、なかなか寝つけない子供も、 多かったようです何時間たった頃でしょうか先生も眠りについてだいぶたった頃、それが起こりました弟がむくりと起き上がりリュックが山積みになっている方へスーッと進んでいったのですそしてリュックの山を まさぐりながら違う違うないお母さんないよと言って騒ぎ始めたそうです起きていた子供たちが一人二人と顔を上げてそちらを見始めましたしばらくその異様な光景に恐ろしくて 誰も声をかけませんでしたが、勇気を出した一人が、どうしたと声をかけると、はっと振り返り、行かなきゃと言って、適当にリュックを手に取って、外へ飛び出していったそうです。さすがに驚いたみんなは、 力ずくで止めに入ったそうですが、遠くの方を見ながら、行かなきゃ、行かなきゃ、と言い続けていたそうです。その翌日、弟は腹痛と40度近い高熱で、二日間うなされ続けました。 普通の風邪だと思っていた母は、明日にでも病院に連れて行けばいいわ、と、割と気楽に考えていました。ところがその日の夜、寝ていた母の夢の中に、弟が出てきたそうです。母の枕元に立って、お母さん、恨むよ。 恨むよ。お母さん。恨むよ。はっと我に帰った母は、これはすぐに病院に連れて行かなきゃいけないと察し、弟の寝ている部屋に駆け込んで行きました。向こうを向いて寝ている弟に声をかけ、回り込んで弟の顔を覗き込むと、 寝ていると思い込んでいた弟は大きく目を見開いたまま動かずに恨むぞてめえと囁いたそうです車で救急病院に連れて行くとすぐ手術室に運ばれましたあと一時間でも遅れていたら 命はなかったそうですその後も弟にまつわるさまざまな事件が起こりましたそしてわけあって彼はもうこの世にいません